2007-2008ISU グランプリシリーズは2007から2008シーズンに行われた ISU グランプリシリーズ。スケートアメリカ、スケートカナダ、中国杯、エリック・ボンパール杯、ロシア杯、NHK 杯の6試合には前年度の世界選手権の成績等の上位者が出場権を得て各人及び組が2試合か1試合出場する。 ISU グランプリファイナル出場資格ポイントスケート、アメリカ、スケートカナダ、中国杯、エリック・ボンパール杯、ロシア杯、NHK 杯の6試合には、前年度の世界選手権の成績等の上位者から、順に出場権を得て2試合か1試合出場する。出場者に対し以下のポイントが与えられ、獲得ポイント合計の上位6人及び6組が、グランプリファイナルへ進む。ただし、 今シーズンは出場者の少なかったペアに関しては7位以下はポイントが与えられないこととなった。なお、獲得ポイントが同ポイントだった場合は最高順位の高い人及び組が出場資格を得る。獲得ポイントも最高順位も同一の場合は総得点の高い人及び組が出場資格を得る。また、上位6人及び6組の中で グランプリファイナル自体者が出た際は獲得ポイント7位以下のもの及び組みが繰り上がる。グランプリシリーズの入賞者にはそれぞれ以下の賞金が与えられる。AB エリック・ボンパール杯で2位となったが、当該大会はポイントに加算されない。ABNHK 杯で1位となったが、当該大会はポイントに加算されない。ABNHK 杯で3位となったが、 当該大会はポイントに加算されない。ありがとうございます。